堤さん、付き合ってくれてありがとう。付き合う？図書室にってこと、それはそうだわ。この本とかどう？いろいろ載ってそう。小石、かわいい。秘密、本当は君が好きっていうのが私の秘密なんだけどな。徳光ともっと仲良くなるためには、好きになってもらうためには、告白できてたら、私こうしておけばよかったばっかりだ。でも、でもさ、まさか片思いの相手が突然天使と同居しだすとか思わないじゃん。今日も遅刻しない。できれば徳光と二人で行きたい。徳光、帰りにドーナツ食べに行かない？よし。宿題やってきた？選んで。もう週一込みでもいい。金魚。ダメ、これ全然言えない。よっしゃー、なんかごめん週一。大丈夫、いける。つつみさん、絶対ドーナツ食べる。徳光と、あのね、このまま傘入れてくれないかな。店戸までもう少しだし。お、いた、行っちゃった。なんで帰りにドーナツ食べようは言えなくて、傘入れては言えるの？意味わかんない、爆発して私。